率直に言うと、私たちの作戦は他の作戦の前提条件になります。あちらの作戦の進捗と成婚計画自体の複雑な性質から見れば、私たちは余裕で勝利することができる、あるいは終わりのない持久戦を迎えることになるでしょう。だから作戦隊、予備隊、後方守備隊に分けたんだな。あら、留守番が不満なの？まさか。いい年して作戦隊なんかに組み込まれる方がよっぽど同情したくなるだろ。やっぱりあんたの口からまともな言葉は出てこないのね。デュランダル、どこかの中年親父なんて相手にしない方がいいわよ。それもジークフリートさんなりのユーモアなのかもしれません。お話し中すみません。テレサ様、デュランダル様、ベルトさんから特別通信が入りました。どうやら地球奪還の行動がそろそろ始まるようね。セイフレイヤではメイさんが準備を整え、成婚計画の編んだ目次をこちらが攪乱するのを待っています。まあ、成婚計画がこちらの動きに反応を見せなくても、彼女たちは自らの力で起源の探索のきっかけを作り出すでしょう。ええ、でもベルトを待たせるのも悪いし、スーサナ、通信をつないで。了解しました。テレサさん、そちらの状況は？セイフレイヤ側の準備はすでに整った。開演場も準備できたわよ。わかった。ではネゲントロピーと天命の臨時名手として、成婚計画を超え崩壊を終わらせる3ステップ作戦を正式に始めることを宣言しよう。我々は地球の奪還と起源の探索を同時にクリアすることで終焉の超越の具体的な方法を決める。各位、作業を開始してくれ。これは旋回一条を遠隔操作しているの？はい、どうやら長光さんが最初の空間の隙間を作ってくれたみたいです。巨数の増物を撃破して隙間をこちら側の力へと引き寄せましょう。今していることは成婚計画の血抜きのようなものですから。
種の三枚。やはり。つまり、こいつが必要とするタイミングなのね。はい。奴を倒せば、陣地を構築する絶好のチャンスを手に入れられます。初めて黒煙白火を使ってシャニアテの力を引き出し、聖魂空間が作り出した障害を排除したのはつい最近のことですが、聖魂計画を作り出したのは同じくシャニアテの人間だからでしょうか。実際の効果を見る限り、戦火一条をそのまま使用するよりも調子がいいようです。よかったわね。え、戦火一条は外部から私たちの力を導き、影響範囲をなるべく拡大させていくのよね。はい。地球の奪還の過程は必ず長くなりますが、千里の道も一歩からと言いますし、月から徒歩で地球に戻ってくるのと比べたらそう難しくはないでしょう。さすがはあなたね。それじゃ早速始めましょう。はい。天元の力を持って、私は聖剣と同じ役目を果たし、世界を操り、それを何時カスラナの聖魂空間の継承者へと定着させる。黒煙白火よ、鍵となり聖魂の真なる力に導きを与えよ。我は地獄へと馳せる黒、我は天より来訪せし白、創生前に生まれ隠滅後を生きる、我は天地を反転させ秩序を人生に返す創生の鍵。黒煙白火第二性格出力、聖章逆流、超限解放。世界が征服されていきます。汝を殺さぬ者は汝を強くする。確かにそうだな。逆に言うと、どんなに複雑で精密な技巧でも、プログラミングさえ可能になれば思考不要な本能になります。状況はどう、ブロニお姉ちゃん。今までの監視と同じです。聖魂計画の組織はルランダルさんによって剥離され続けてますが、メインネットワークには何の変化もありません。つまり今はまだ中をハッキングして起源のビーコンを使うタイミングじゃないってことよね。ええ、委員長たちは、ブローニャちゃんが聖魂計画のメインネットワークを監視してから空間を再規格化している怪物たちがセーフレイヤーに現れるようになったの。私たちがいつでも行動できるように、委員長はキアナちゃんやリス・ショーさんと共に怪物と戦ってるわ。
なるほど。その怪物たちに何か異常はありませんか？異常？ええ、例えば数が一気に増えたり、もしくは一気に減少したりとか。そういった様子はないみたいだよ。わかりました。ブローニャたちが待っている反撃タイミングはまだですが、何か変化があり次第ブローニャたちは力をその中に投入しないといけません。じゃあ私たちは少し休んだ方がいいんじゃない？あ、四季のリツシャさん、ブローニャお姉ちゃんとの連携はうまくいっていますか？当然だよ、私は。ってやめて。連携って何？私が指揮してるの、彼女と、それからあなたたちを。監視という行為から言えば、この組み合わせによる効果は予想よりもいいものでした。もちろんその分疲労するという点も嘘ではありませんが。そんな小さな体で。キアナを見習って1日4食にハンバーガーを2つ追加した方がいいんじゃない？とにかくブローニャちゃんが処理装置で、四季の律者が駆動装置を担当するっていう組み合わせは、確かに成婚計画を監視する能力を大幅に引き上げられるわね。アインシュタイン博士のおかげです。旋回一条が最大効率で動作している中、キアナの力を温存しなければならない時に、成婚計画の意識空間の特性を利用してこんなにユニークな探査方法を考え出すなんて、博士は本当にすごいです。ただ残念なことに今のところはまだ成果がありません。こういう時はデュランダルさんやテレサ学園長を信じて待つしかないのかな。ネゲントロピー側に連絡した方がいいかしら。博士たちは今終焉関連のものの準備をしてると思うけど。いえ、おそらく現状を変えることに対しては役に立たないでしょう。彼女たちの準備の邪魔をするより委員長たちと担当を交換した方がいいかと思います。もしかしたら結果から見ると様子見と決めたブローニャと四季の律者が戦機を見誤っていた可能性がありますから。はい？いいえ、あなたのせいではありません。四季の律者は最強の実力者として中央に残り、実力を温存しながら本当のタイミングを待っていてください。ふん、いいでしょ。力仕事がしたいなら勝手にどうぞ。ゼーレ、メイ姉さん、行きませんか？体を動かして気分転換しましょう。ジークフリートさんが遭遇した巨人の残骸ですね。実際接触してみて初めて分かりました。一部の面で他のタイプと真逆のあり方をしてるんですね。駆動装置開始。反応検査、一掃します。遅かったかな？問題ありません。ちょうど体を動かそうと思っていたところです。ブローニャ、観測はもう終わったの？はい、ですが成婚計画は不変をもって万変に応ずることにしたようで、目標としてたほころびの観測はできませんでした。しかし偶然にも先ほどの戦いでふと気づきました。
星魂計画のメインネットワークにとって、星の目次という名前は作業場所のことではなく作業の結果なのかもしれないと。うん、その話ちょっと理解しにくいな。すみません、表現を変えましょう。例えばブローニャたちが以前入ったあの小さな漁師の海のように、この怪物たちには不自然な痕跡があります。奴らは単なる虚数の造物ではなく、とある明確な作業のために作られた道具です。そしてメイ博士はこう言いました。星魂計画の本質は世界の編纂。奴らがセーフレイヤーを攻撃し続けたことから見ると、その作業の具体的な性質も分かりやすいものだと思います。星魂計画が空間の繰り込みをうまく終わらせられるようにサポートしてるってこと？はい。ですから奴らは虚数の造物というより、星魂計画の組班作業員といった方が適切かと。そしていわゆる星の目次はその組班作業員たちにとって自慢の傑作なんでしょう。なのでブローニャたちが別の作戦へと切り替えた場合、目次やメインネットワークを飛ばして直接奴らを生み出している存在を狙うしかありません。それはそうだけど、具体的にどうすればいいの？敵たちが送ってくれた資源をうまく利用すればいいんです。例えばブローニャたちが倒した弱い怪物たちは、数だけで編纂を行えるわけじゃありません。奴らはあくまで針や糸なんです。そうなると本物の編纂者はブローニャたちが見た巨樹の残骸のような、規則に影響を与えられる虚数の造物である可能性が高いでしょう。まさかプロメテウスがあの時に言ってた巨樹の残骸実存主義とかのこと？その可能性は高いと思います。ではそれを利用すれば、世界に繰り込みを行う能力が相手にある以上、デュランダルさんや学園長のようにその敵たちを利用することもできますよね。理論上は可能だと思います。ですがヨルムンガンドが奴らを操っている方法は終焉を避けて単独で成立するものではない可能性があります。それから役割分担の面から考えれば、起源のビーコンの使い方を探すことこそがブローニャたちの最優先課題です。そしてビーコンが現実世界で圏外状態になってしまうのなら、伝説の終焉の眉に近づけるしかないというのがテスラ博士の考えで、それが私たちが星魂計画のほころびを探しハッキングしようとしている理由でもあるわね。私たちが触れられるものという基準から考えれば、星魂計画は唯一終焉の眉と関係がある存在ですから。はい。話を戻すと、普遍を保つ星魂計画のメカニズムを利用し、怪物たちの上の存在を探すことで、そのシステムを星魂計画のほころびにすることができるかもしれません。じゃあ私たちは何を準備すればいいの？今までの観測と大して変わりませんが、より焦点を定める必要があります。大丈夫です、そんなに難しいことではありませんから。良いタイミングです。優先術、もう少しあなたたちのデータを収集することができそうですね。安全装置解除します。エネルギー解放、全エリア放火、起動状態確認。戻ったの？何？私がいないと何もできないのかな？ええ、ブローニャもその点に気づきました。やめて。
あなたたちがごまをすると大体ろくなことがない。みんな揃っていますし、もう一度作戦計画を確認しましょう。このまま受け身の状態で成婚計画のメインネットワークのほころびを観測するより、観測能力を戦闘能力にし、それを一時的に引き裂く方がいいと思います。引き裂く？はい、全力を出せば意識の海で一時的に自分だけの空間を開拓することができます。安全にビーコンが本当のバックドアを探せるようにするんです。でもそうすると私たちの観測も気づかれるはずよ。しかしそれはあくまで一時的です。その隙にほころびを探すのが目的とはいえ、成婚計画が反撃してきた場合、相手が全力でこちらを狙えば、デュランダルさんたちの状況とは違い、立者であるブローニャたちは受け身の状態になる可能性が高いと思います。その瞬間をなるべく先延ばしできるようにしますが、その前にメイ姉さん、バックドアを見つけたとしても、それから何かを発見したとしても、必ず撤退のタイミングを見極めて比較的安定しているセーフレイヤーに戻ってください。それって成婚計画が反応した場合、私はもう一度飲み込まれるかもしれないってこと？はい、それと前と同じように限界まで成婚計画の解析を行うためには、精神面で四季の律者のサポートも必要です。ふん。そしてメイ姉さんはブローニャと共に成婚計画の深部に侵入しますので、準備をしておいてください。ビーコンに変化があり次第、一気に本当のバックドアを見つけ出し、中にある力を掘り出しましょう。ええ。そしてキアナは空の律者の権能でこれから引き裂く意識空間を一時的に閉ざしてください。最も安全な撤退ルートのみを確保するんです。これでもう少し時間稼ぎができるはずです。行動がバレるリスクを減らして、成婚計画の反撃を遅らせることができると思います。任せて。でも本当にもう少し準備しなくていいの？あまりにも急で。大丈夫です。断りの律者は触れたばかりの物事に対して独自の記憶力を有しています。他の準備作業よりそれをうまく利用することの方が大切です。虚数の造物のロジックを復刻させることで、ブローニャはみんなのために世界を再定義します。なるほど、これが成婚計画が作った世界ですね。星の目視、やはりこういう雰囲気なんですね、と言うべきでしょうか。ブローニャちゃん、今は全てが正常だって思ってもいいかしら？もちろんです。ただ少し力を出しすぎたせいか、相手の中枢に近い場所にいます。戦いの準備をした方がいい、そういうことね。はい。でもここまで来たのに、メイ姉さんのビーコンは反応なしのままのようですね。ええ、だから力を出しすぎというより、むしろあと一歩足りないってところかしら。じゃあ
メイ先輩にはやっぱり最高のパートナーが必要だよね。キアナちゃん？ちょっとしたサプライズかな。私が一緒に行動することで最も安全な撤退ルートが出来上がるんだよ。そうすれば空間の道をより狭くできるし、万が一予想外のことがあっても、私があらかじめ空の律者の全力を出せば全て解決できるから。でも全体的に考えればキアナはこの段階で全力を出さない方がいいと思います。それはブローニャ次第かな。さて、じゃれ合いもここまでにしましょう。さっきも言ったように、この悪戦はすでに一触即発の状態よ。みんな準備しておいてください。世界の目次を編纂するならプロメテウスですら対応が難しい存在もこの近くにいるかもしれません。これって前哨戦ってことかしら。コアポレーションモデル。相手は少し恥ずかしがってるみたいだね。行きます。細工することになるかもしれません。重装備、永久配置、なるべく敵を消滅させず無力化しましょう。セックスはセッフッとミスしました。セッはいエイ搭載武装ファイヤー。手動操作開始。エネルギー解放、全エリア降下。安全装置解除します。真理の名をもって過去を超えます。エネルギー解放、全エリア降下。火力連携エリア警戒、動的射撃します。強風よ、私に服従しなさい。いえ、解析結果によると戦闘は始まったばかりです。定位開始。重装さに永久配置。来年のこと早く。
状況はどうなの？まだ今までの敵よりも構造が複雑ですから、もう少し時間が必要です。星が砕け散るのを見たことはありますか？安全装置解除します。指示は受信機火力連携構築。エネルギー解放、全エリア崩壊。座標を確認します。反応検査一掃します。予備エネルギー起動。コンプレートリープリプ真理の名を持つ過去を超えます。エネルギー解放、全エリア崩壊。安全装置解析完了。キアナ、メイ姉さん、着地の準備をしてください。ブローニャがとどめを刺します。指示を受信します。そのセリフを待ってたよ。解除します。星が砕け散る様を見たことはありますか？コンプレートリープリペアード。これで終わったのかな？はい、今までの造物と同じようにしばらく敵の性質を利用できるようになりました。ですがブローニャたちが予想してたよりも厄介なことになっているかもしれません。どうしたの？厳密に言うと、こいつは量子の鍵に類似した結合のメカニズムを持っています。そのせいで断りの律者はその一つの瞬間しか模倣できません。つまりこれ以上深入りするとメイ姉さんは一方通行の道に入ることになります。待てブローニャ、その場合メイ先輩はどうやってここに戻るの？ここには戻れません。バックドアが完全な未知数であることを考慮すると、今回キアナのお父さんを助けた時の行動をもう一度行う必要があるかもしれません。もしくは最悪の場合、デュランダルさんと学園長が世界の奪還の途中でメイ姉さんの行方を偶然発見するのを待つしかないかもしれません。とにかくブローニャも解析が完了した後にそれを知りました。ブローニャたちが手に入れることができるのは絶対に安全な時間ではなく、バックドアに出入りする時間のみです。メイ先輩はどう思う？私はこれは私の責任というより使命だと思うの。英傑の刻印を受け継いだ私にとって今回の目的は権能に触れることだけじゃない。それに私はキアナちゃんのことを信じてるし、ブローニャちゃんのことも信じてる。今まで私たちと共に苦難を経験してきたみんなのこともね。どんな時もどこにいても始めましょう。ブローニャちゃん、いつでも始められますが、メイ姉さん、チャンスは一度だけです。ブローニャが始めた後、唯一のハッキングタイミングを見つけてください。でないと全てがやり直しになります。
もっと悪いことも起こるかもしれません。わかったわ。全てが役に立つといいけど。キアナちゃん、ブローネちゃん、あとは頼んだわね。うん、任せて。では。プロメテウスが話してた対応が難しいとはこういう意味だったんですね。なんとかなりそう。そうだね。こっちの状況から考えれば、メイ先輩、あまり時間をかけすぎないでね。最善を尽くすわ。いってらっしゃい。始めましょう。出来事だと思いますが、ブローニャにはできるはずです。メイ姉さん、今です。ありがとう。エリシア。これまで通り、ビルビーには彼女なりの考えがある。私はとっくに知ってたはずなのに。今はすべきことをしましょう。来たわよ。変ね。扉こんなに離れてたの？違う。私はずっと進んでるはずなのに、どうして？違う。私は何かを間違えてしまったようね。彼女なら。じゃーん。少し君の真似をさせて。はーい。私に会いたくなった？ビルビー、ごめんなさい。こういうやり方で君にメッセージを残すことしかできなかったんだ、エリシア。君がこのメッセージを受け取った時、私たちというより君の知ってるほとんどの人たちはもういなくなっているはずだよ。
でも君ならそんなに悲しまないだろうね。私たちが君のことを思い出す時も泣くという表現じゃなかったもの。あ、こんな話をしてるけど、マユに帰った存在に人格があるとは限らないよね。でもそんなの何の妨げにもならないよ。わかってる。自分が変化させた世界の姿を見られないことが君の最大の遺憾だって。だからこそ私は君、そして私たちの後継者のためにこのバックドアを借りてきたんだ。古の楽園にいる君は別の形で願いを叶えた。私はこちら側の君にも寂しい思いをしてほしくないんだ。だからこのバックドアを通して世界に対する後継者の記憶を君と同期するようにしておくよ。これからは群生が輝くでしょう。私が今ここにいるから、これからは百花が咲くでしょう。私が離れていないから、君はちゃんとできたよ。私に会いたくなった？いつどんな場所でも。このエリシアは。私は今まで多くの人から愛というものを学び続けてきた。それは一種の本能だという人もいれば、複雑で精密な技巧だという人もいる。どちらの言い分にも私は賛成であり反対だ。ただ私自身の考えを言わせてもらえば、愛は学べるものだと信じている。いつか私たちは熟練して、その本当の姿が見えるようになる。だが、お前も知っているように、学習とは奇妙なものだ。参考にする対象が多ければ多いほど、最後の結果が異なってくる。言い方を変えれば、ああいう変わらない愛は、むしろ危険な自己満足になるんだ。一体何が言いたいの？今のお前は本当に気が短いな。この話に興味がないのか、それとも私に興味がないのか。いいわ、あなたの話をしましょう。例えば、あんなに勉強したのに結局は子供を騙して月に来させた話とか。結果的にはお前たちと一緒にいるよりマシだっただろ。あの子たちは偽りの夢にとらわれることなく、貴重な新人類として世界を手にした。長い間私が責任を果たせなかったせいで、あの子たちは互いに助け合い、自分たちの力で生きていくしかなかったが、今後そういうことは二度と起こさせない。
ヨルムンガンドとお前たちのどちらが勝ってもだ。ワタリガラス、この話、子供たちに伝えたことはあるの？まさか。それじゃあ矛盾してるだろ。いつかそんな日が来るかもしれないが、そういう生きるために不必要なコツを私は教えたくない。もちろんあの子たちが覚えたとしても、それを使う日が来ないことを願ってる。結局あなたも成婚計画の正当性は認めてないってことね。それでも成婚計画に従うことが私の最善の答えだ。だからあなたは成婚計画を守る人間として私の前に立ち続けるつもりなの？そう攻撃的にならないでくれ、ライデン家のお嬢様。何があっても私はヨルムンガンドから給料をもらっている幹部なんだ。それに成婚計画が始まる前に子供たちの生活を保証してくれたのはヨルムンガンドだ。そして成婚計画が始まった後、子供たちに光あふれる新しい世界をくれたのもヨルムンガンドだ。お前が私の立場だったら何を選ぶ？誤解しないでくれ。お前にわかるわけがないなんて子供みたいなことを言うほどバカじゃない。ただ私たちは全く異なる人生を歩んでいるってことを言いたかったんだ。お前は闇の中を通っただけで、最初から最後まで光に属する人間だ。だからやりたいことがあるなら思い切りやればいい。ヨルムンガンドが私に与えた任務の中に相手全員の説得なんて含まれてないしな。じゃあどうしてまた私の前に現れたの？しかもよりによってここに。言っただろ、本当に偶然だったんだ。機嫌が悪くて少し気分転換しようと思ってきたら、落ち込んでる誰かさんに遭遇したってわけさ。こんなところで気分転換？誰が形勢を握っているのか忘れないでくれ。ヨルムンガンドにとってここは嵐の中でも安らぎを与えてくれる港だ。誰も思わないだろうな。その港が存在する理由がお前にあるなんて。ライデン・メイ、お前に比べれば私の方が行き場のない人間だ。ずっとそうだった。個人所有の島なんてあなたにとっては難しいことでもないでしょ。からかうのはやめてくれ。私は救世主の追従者。彼が世界を滅ぼし新たな世界を作るところを見届ける。その気になれば大陸の主になることだってできる。しかしライデン・メイ、お前は私の過去を耳にしたかもしれない。あの島が沈んだ後、私がどれだけ現実を嘆いたかを。ただあの時夢が叶ったと仮定して、本当に私にとっての全てがうまくいっていたと思うか？それって永遠に実現できない理想の方が良かったって言いたいの？そんなにはっきり言わないでくれ、恥ずかしいだろ。だが今回犠牲になった人たちだって同じだ。毎日希望のない理想で自分を励まして、何の意味があるのかわからないことをしながら短い人生を送る傭兵、バーテンダー、そして別荘のある島、その全てが私の生き方であり、私の人生にとっての毒でもある。しかし幸い私を先生と呼んでくれる人もいる。話を聞いているとあなたは夢を見る側に向いているように思えるけど。自分でもそう思うよ。ただ残念なことに私は夢を見ない人間だ。いや、私が孫子のように特別だというわけじゃない。お前も成婚計画が人々に与える夢を知ってるだろ。
全ての人の幸せを一瞬で結びつけ、互いに共有する。正直に言って、他人にとっての幸せが私を満足させられるなら、今みたいに部外者のままでいると思うか？部外者ね。適切だと思うけど。それで、あなたの気分転換は終わったの？なんだ、もう私のことが嫌になったのか？悪いけど、急いでるの。いいだろう。もうお前の時間は取らせない。ライデン名誉嬢様。じゃあな。今のところお前の2勝1敗だが、私だって負けたままでいるつもりはない。敵を甘く見すぎると痛い目に遭うかもしれないぞ。それならさようならって言えばよかったの。はっきりと見えない感覚はどうだ。それで、あなたは最終的に勝利する側につくつもりなの？結果が受け入れられるものなら、私の立場はどうだっていい。ハイヘビがよく言っているように、人は誰もが本物の自由を恐れている。それに、新しいものを忌み嫌うのは、渡りガラスの習性だ。相手にならないって言ったでしょ。少なくとも今回は誰かに強いられたような状況じゃなかった。そういうのはもうたくさんだ。お前の3勝1敗だ、お嬢様。これから挽回する機会があるといいんだが、行け。まだ理解できてないんだけど、結局あなたはどうして私に会いに来たの？だから偶然だって。その偶然が誰かに利用されないとも限らないが、私としては本当にお前と話がしたかっただけだ。人はそういう生き物だろ。心にしまって言わないと決め込んでいたことを、いざ誰かに打ち明けようとした時に、初めて聞いてくれる相手がいないことに気づく。ねえ、渡りガラス。私と一緒に行きましょう。は？やめておくよ。お前は世界を救いに行くんだろ。それは若者だけが目指し、若者だけが成し遂げられることだ。私は年を取りすぎたのかもしれないな。世界が自分を救ってくれるのを待ちたいと思うなんて、お前が本気なら未来で私を釈放できるようにうまくやってくれ。ああ、そろそろ時間だ。時間？おや、忠告するのを忘れていたな。時に肉体の疲れのせいで
精神にもボロが出やすくなる。渡りガラス、あなた。なんだ、これでお合子だろ。お前は私に2回多く勝った。だから私もお前を2回眠らせる。あなた、最後の仕事が終わった。そうだ。しかし君は円満退職できなくなるだろう。先ほどの反逆行為を鑑みて、君をヨルムンガンドから除名することにした。反逆？冗談だろ。確かに君はやるべきことをしたが、話すべきではないことも口にした。私の目には君は彼女にヒントを与えるためにあえて任務を引き受けたように見える。お前は私が今まで見てきた中で一番つまらないハイヘビだな。それでお前は私にどんな結末を用意するつもりだ？運よく彼女が永遠の眠りに落ちたら、今までの付き合いに免じて見逃してやらなくもない。しかし君の助けによって彼女が逃げたとしたら、もう少し手間をかけて少し先の未来で君たちを同じ場所に埋めてやろう。へえ、お前も優しくなったもんだな。いつ機械の恋人を作るんだ？冗談だ。彼女は夢にとらわれない。ウサギはとっくに試しただろ。もう彼女に本当の自分と向き合ってもらったとか言うのもやめてくれよ。そういうなぞなぞは時代遅れだぞ。彼女に本当の自分と向き合ってもらった。まあいい、その機械頭やっぱり気に入らないな。じゃ、他に用がなければ。結果が明らかになる前にせいぜい逃げるといいさ、ナターシャ・キオラ。今は君もヨルムンガンドの敵だ。お前たち機械頭以外、ヨルムンガンドにはもう誰も残ってないんだろうな。